9月19日、1944年の今日は、俳優、内田勝正さんがご生誕された日です。1975年、メカゴジラの逆襲にて、インターポールの捜査官、村越二郎役を演じました。あ、どうも。マグネ博士のお宅ですね。博士にお見かかりたいんですが、私。亡くなりました。え？亡くなられた？5年前に。大学卒業後より劇団に所属し、徐々にテレビドラマへご出演の機会を増やしていきました。時代劇や刑事ドラマに数多くご出演され、日本俳優連合の副理事長も務め、役者の方々の地位向上のためにもご尽力されました。